シグムンドゥル・ダービド・グンドイグソンは、アイスランドの政治家。シンポト前党首。2017年9月24日に、新党中央党を立ち上げ、現在党首を務める。元ジャーナリスト、ラジオパーソナリティ。党首を務めるシンポトは2013年4月のアイスランド総選挙で議席を大きく回復し、同じく議席をわずかに伸ばした独立党と、連立政権を樹立。 シグムンドゥルダービドは、同国史上最年少の38歳で首相に就任した。EU 加盟やユーロ導入には引き続き慎重で、あるべきとした上で、同国の金融破綻以来実施されている資本規制を撤廃する考えなどを明らかにした。2016年4月、パナマの法律事務所から流出したパナマ文書の内容が報じられたことで、租税回避地の法人を購入して、 巨額の投資を行っていたことが露見して、辞任も表明した。2016年4月3日にパナマ文書の内容が発表されたことで、シグムンドゥル・ダービドの政治的評判は傷ついた。報道によれば、シグムンドゥル首相とその妻は7年に購入した、ソジェイ回避地の法人 W を通じて、アイスランドの銀行大手産業に対して巨額の再建を所有しており、 8年のアイスランド、金融危機でそれらが破綻した際は、自らが債権者である事実を公表しないまま、海外の債権者たちを救済しないよう呼びかけ、他の債権者たちに債権を放棄するよう、働きかけていた。4月4日には、議会で野党4党が不信任案を提出し、首都のレイキャビクでは、首相の辞職を求める大規模なデモが行われ、ネットでは、 辞職を求める署名が全人口の8%に相当する数に達した。首相は不信任案に対しては議会の解散で応じる構えを見せたが大統領の同意が得られず報道から2日で辞任を表明した。シグムンドゥルはパナマ文書流出の1ヶ月前には過去にオフショア企業を作ったことはあるかとの質問に対してこの国にはそういうものを利用している会社もあるだろうが 自分も家族も税逃れの資産隠しをしたことはないと答えていた。ありがとうございます。